ちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日も来ましたよ。3連戦を振り返りの時間です。まあ、ゴールデンウィークで人は入るし。うん、いやいや、もう。気温は高くなるし。ね。まあ、ね、でもね、いい気候というかね、外で見るにも気持ちのいい。うん、って言うでしょ。やってる選手はヘトヘトだから多分あれ体も慣れてないし、いやまあ慣れてない、まあ暑さとかね、うん、慣れてないし、やっぱり移動が大変なんだよ。移動ゲームがあるし、なるほどね、その混雑の中移動しなきゃいけないっていうこともあるしね、まあ、大変なんだけど、見てる方はビールも美味しくなるとかっていう話もあったりしてね、まあ、そりゃそうだよ、ちょっと解禁になったのでね。ただし、はい、ゴールデンウィークプロ野球の底力、うん、面白い試合がたくさんあるわ。これは気合入ったりするっていうことはないですか？まあでもね、ゴールデンウィークで盛り上がるとかっていうことで、お客さんもいっぱい入るし、まあ、気温も上がってくるし、だからまあそういう意味では気合も入るよね、うん、だから見どころ満載ということで、いや今ちょっと思うだけでも、あんなこともあった、こんなこともあったってちょっとね思い浮かぶ感じですね。はい、はい、それでは見てみましょう。はい、はい、まずはセリーグ、これね全部ホームチームが2連勝じゃない、2勝ということで、そうそうそうだ、ね、2勝1敗で、うん、ジャイアンツ、ベイスターズ、タイガースが勝ち越しということでした、はいね、はいはい、まあ、ジャイアンツとヤクルト、うん、まずはね、うん、これやっぱこの試合カードは打ち合いになるね。だから打ち合いになるし、うん、まあ巨人の方は戸郷、高橋、山崎より、はい、まあ、ヤクルトはサイスニード、高梨、ピーターズ、うん、ね、まあ両方先発ピッチャーっていうのは弱い感じはしないんだけどもさ、はい、でも打ち合いになるというね、うん、まあ1試合目は主導権は巨人だったんだよ、うんうん、ね、それをやっぱこうオスナーの2本のホームランとか山田哲人がホームランを打つ、はい、まあ、逆転勝利だよね、うん、まあ、この試合でやっぱこうエース戸郷が早くマウンドを降りて、まあ、リリーフ陣に負担がかかったというね、うん、で田中千春、はい、ね、それまでずっと捕まってなかったんだけど、うん、まあ、ここで捕まって失点して、まあ、試合がこうね、うん、まあ、ヤクルトに流れたという試合なんだけども、はい、で2試合目、うん、岡本のスリーラン、はい、ブリンソン3打数3安打で迎えた4打席目、うん、ね、逆転のスリーランホームラン、ねね、坂本東京ドームで1000本安打、はい、おめでとうございます。これはやっぱすごい数字だね、うん、東京ドームだけだから ね、 ね、でね、このブリンソン、うん、非常に3打数3安打で迎えたこの試合を見てたらブリンソンが鍵になるなって、うん、というのは8番に入ったブリンソンが当たってたんだよね、はい、でその時に丸がフォアボールを取るんだよ、うん、ね、その前にも一人ランナーがいてね、うん、でこれ2人いたがために逆転になっちゃったんだよね。なるほど。だからね、この試合でやっぱり両軍だけども両軍に言えることだけども、はい、まあ、無駄なランナーを出してしまったなというね、うん、だからこういう、 こう大味な7対8そうですね、ね、2試合になったというね、ね、うん、両チーム足しての安打数ももう27本、そうだね、うん、ということでね、まあ、6点のリードを守りきれずということでね、うん、まあ、ヤクルトどうしたみたいなね、はい、そんな感じがするんだけども、はい、3試合目、はい、巨人坂本岡本丸ホームラン、うん、まあ、丸がサヨナラホームランで決めるんだけども、はい、ヤクルトは中村塩見村上のホームランが出るという、はい、うん、まあ、主力どころまた塩見にね、はい、が帰ってきて、まあ、ホームランを放つなど、うん、これからかな、ヤクルトは。まあ、点は取れてるけど、うん、ジャイアンツ相手にね、うん、取れてるけども、なんとなくこう、勝ちにつながらないという。なかなかね、打撃の部分でね、うん、ここ最近は苦しんでいたかなっていうところが。うん、でね、昨年と違うのは、はい、ヤクルトは中継ぎ陣がいいんだよね、はい。先発陣がちょっと弱いって言われてて。はい、で今シーズンスタートは中継ぎ陣がすごく頑張ったじゃない、うん、だけどここに来て昨年みたいな使い方ではやっぱ持たないんだよね、うん、というのは例えば清水を休ませて木澤を行くとか、はい、で木澤を替えまたぎにするとか、うんうん、そうなってくるとだんだんやっぱ負担が来てるね、ヤクルトに、うん、そのしわ寄せが、そうしわ寄せがだん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 来て、うん、やっぱこう大量失点につながってるっていうような、うん、そんな
3連戦だったね。なるほど。でジャイアンツはもともとやっぱ中継ぎ陣がちょっと不安視されててね、うん、はい、大勢までにどうするかっていうこと、うん、まあそれも苦労はしてるんだけどもさ、やっぱホームランの威力、はい、まあ巨人はね特に、うん、ホームランで勝つチームだから、まあこの3連戦ではホームランが効果的に出たということね、はい、うん、だからジャイアンツのペースはペースなんだよ、うん、ただやっぱもう少しピッチャーが頑張らないと、それと両軍フォアボールが多いな、うん、まあ今日はそんなに多くなかったんだけど、はい、前の2試合なんかは非常に多かったし、で中田の怪我がちょっと心配だと。あー、ホームランで勝てるチームだけにホームランバッターを失うっていうのは、はい、ちょっとこれから少しまた打線が 上向きになってるだけにちょっと辛いかなというね、うん、それとやっぱ今日でもブリンソンがね、はい、大城がタイムリー打ったその打球を一塁ベースに戻ろうとしてタッチアップしようとしてたんだよね、うんうん、あれが仮に前に進んでていれば大城の足でもツーベースになった当たりだったんだよ、はい、で2、3塁になってて、うん、門脇のセンター前に飛んだやつが、はい、ゲッツーになっちゃったんだけど、うん、あれが前進守備だと2点タイムリーになってるっていうことを考えるとさ、うん、ちょっとブリンソンのやっぱ走塁っていうのは本当にコーチが声をかけるとかいろんなことしとかないと、やっぱ今日勝ったから良かったものの、うん、これ負けてたらすごく大問題になるよね。ね、ちょっとブリンソン選手のね走塁に関してはこの試合以外にもね、うん、あったからね、ありましたよね、あの、うん、つい最近もね、だからまあちょっと気をつけなきゃいけないなと、うん、でも打線は上向きになってきてる、まあ、ヤクルト特に、うん、ただ村上もホームラン打ったし、うん、これから上向いてくると思うしね、ジャイアンツはジャイアンツらしいホームランで勝つという試合ができてきてるということ、うんね、はい、だからあとはピッチャー次第だね、はい、はい、続いて DeNA 対カープ、はい、DeNA は1戦目ガゼルマン、うん、2戦目バウアー、はーい、で石田、はい、ね、広島の方は床田、うん、栗、はい、で森下と、うん、森下が復帰したね、そうですね、あ、まあ、大瀬良がいない分ね森下、はい、帰ってきたっていうのはすごく大きいよね、うん、で1戦目、はい、両投手とも好投してたんだけども、うん、まあ坂倉が満塁ホームランで、まあ、勝ちをもぎ取るという、はい、まあ、DeNA にとっては山崎康明が打たれたっていうのが少しショックかなという、うん、まあ、勝ちゲームが続くとさ、やっぱ DeNA もここまで7連勝してたんでやっぱ疲れるよね、うん、で山崎康明、まあ、セーブシチュエーションで出てくる、で勝ってるとやっぱりどうしても準備しなきゃいけないんだよね、うんうん、だからそういう面ではちょっと山崎康明が、うん、ちょっと疲れてきてるかなっていうような、うん、まあ、ちょっと印象を受けたんだけど、うん、はい、で、まあ、広島の勝ちという、うん、ね、でも床田に勝たせてやらないからな、で、まあ、広島も勢いを持って DeNA に臨んだ第2戦、はい、バウアー対栗、はい、ね、4対1で DeNA、うん、ね、やっぱバウアーの存在かな、俺は存在感とか、うん、ね、でバワーみたいにね、球場に集まる、ね、応援をする力になる、まあこれは当然なことなんだけど、うん、相手の栗もすごく良かったんだよね、え、そうですよね、良、うん、はい、かったんだよ、本当に良かった、うん、で言えばバワーより良かったんじゃないかっていうぐらい、うん、だけど、まあ、一つのプレー、まあ、例えばその飛びついたグラブを弾いてそれがツーベースになっちゃうとかさ、うん、打ち取ったあたりが内野安打になって同点になるとかさ、うん、そういうことでやっぱバウアーと投げ合ってるバウアーに勝ちたいとかね、うんうん、そういう思いがなんかこうどん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 こう崩れていったというかさ、ちょっと平常心ではない部分が裏目に出たというような、そうだね、うん、まあ他のピッチャーと投げ合ったらちょっと違うんだろうけども、どやっぱ注目度の高い試合だっただけにね、うん、ちょっとまあそういう意識というか感情の、うん、流れが変わったかなというね、うんうん、だけど逆にベイスターズから言えば、はい、やっぱこう隙を、ついたというかね、うん、内野が少し緩慢でもないけど、はい、まあ普通のプレーをやった時に栗原が桑原がヘッドスライディングしたりだとかね、気迫溢れてましたね、そうそう、楠本とかが、うん、次の塁を伺ったりだとか、うんうん、
だからなんとかバウアーに勝たせてやりたいとかね、うん、まあそういう思いがなんかチーム一丸となってね、なんかこう伝わったゲーム、うん、それと DeNA、はい、連勝してて、うん、いっぱいするとポンポンと負けるんだけどもさ、はい、やっぱここで止めたっていうことは非常に大きいよね。なるほど。連勝連敗ってよく聞くでしょ、はい、まあ、だけどあのそこをバウアーが一つ止めてくれたっていうことが、うん、また勢いがつながるということだから、うん、なんかこれが3戦目につながったというね。なるほど。で森下も復帰登板で、うん、すごく良かったんだよね、はい、で石田も粘りながら、うん、あの投球をしね、はい、最後に宮崎のサヨナラホームランが出るんだけど、はい、やっぱ中継ぎ陣の差が出たかなというね、うん、まあ、そんな感じがしたよね。だから広島も戦ってる姿だとか、はい、うん、そういうのはものすごくいいよね。うん、韮澤なんか素晴らしい選手も出てきてるしさ、はい、だから期待感はものすごく上がるよね。うん、あとはやっぱ森下が帰ってきて、はい、やっぱこう軸となって回れるかどうかね、うん、まあ今後に期待だよね。はい、はい、で次阪神と中日、はい、1戦目阪神青柳、うん、西勇輝、はい、伊藤、はい、で中日は福谷、うん、涌井柳、はい、うん、でまあ青柳もそんな悪くはなかったんだ。立ち上がりにいきなり3点取られたんだよね、うん、やっぱ立ち上がりの課題っていうのはあるんだけど、立ち上がりうまいピッチャーだったんだけどもね、はい、やっぱちょっと不安があるのかなっていうようなね、まあ、そんな感じがするし、はい、あと、まあ、中日の方からすればあの細川のね、うん、タイムリーで主導権を取るというね、で福谷が好投と、うん、点を返すもここ一番で、まあ、阪神の方は1本出なかったと。うんうん、まあそういう試合だったんだけども、やっぱ青柳が勝てないのは阪神痛いなっていうふうに思うよね。なるほど。今までの功績とかさ、うん、実績見るとね。で2試合目、はい、で西勇輝と涌井、はい、ね、西も涌井も勝ちゲームにしないといけないんだけど、はい、ゲームをなかなか作れないというね、うんうん、でしきあのフォアボールと守備で中日は相手に流れを渡してしまうというね、うん、8対7、はい、ね、結局阪神が打っちゃうんだけどもさ、うん、まあ木浪のサヨナラでね、うん、でまあ阪神の方はこう相手のミスに乗じての走塁がいいね、あ、素晴らしい走塁をする、はい、うん、で4番に入ってる大山が、うん、調子がすごく上がってきてるよね、うん、だからそこら辺は頼もしいんだけどもさ、はい、中日の方はさ、もう勝ちが目前なんだよ。ねえ、だけどやっぱエラーだとか、うん、そのエラーをしたことによって阪神が次の塁を取ったりだとかさ、うん、すごいもったいないんだよね、うん、だからチームが若いって言えばそれまでなんだけどもさ、だからそこら辺やっぱ守りはしっかりしてやらないとかわいそうだなっていうのがあるよね。そうなのよ。なるほど、うん、なかなかじゃあもうあと一つっていうところで、うん、こう勝ちに手が届かないというような、惜しいゲームが多いなですかね、うん、で3戦目、はい、まあ、伊藤と柳、うん、まあ、伊藤は甲子園連勝記録を持ってる男で、はい、まだ継続中なんだよね、うん、で11連勝かな多分してると思うんだけど、非常に甲子園は、はい、まあ、ホームグラウンドで相性がいいという、うんうん、で結局ね、2対1で負けた場面で、はい、阪神が8回かな、うん、大山の同点タイムリー、はい、サトテルの逆転タイムリーが出て、はい、でやっぱそういうシチュエーションだとさ、うん、外野手がね、あの相当前に来たんだよ、うん、でセカンドランナーにダイソー島田を送ってるんだよ、はい、岡田監督が、うん、もう強引に回してさセーフにするんだけどさ、うん、あの足は金の取れる足をしてるしあのやっぱ岡田監督がやっぱそこ勝負どころっつって、うん、あの島田をダイソーに送ってる、うん、またサトテルが勝つ、うん、タイムリーを打つ、うん、いいゲームだったよね。うん、これはやっぱ甲子園に詰めかけたファンはしびれたと思うよ、ね、うん、だから本当にいい試合だったけど、うん、でも中日側からすると柳がね、うん、それまでの2試合あ
昨日のゲームで、うん、やっぱこう8対7の大激闘をしてるわけね、はい、で中継ぎも相当使ってるわけよ、うん、でこれからも3連戦が続くでしょ、うん、そういうことを考えるとあんまり出しにくいんだよね、うん、で柳もそういう男なんだよ、うん、俺が絶対今日完投して勝ってやるみたいな、うん、で柳は今年勝ってないんだけどもさ、うん、だけどやっぱなんかね俺柳見てたら涙が出そうになってさ、うん、で立浪監督も逆転を許したところでピッチャーを変えるんだけどもさ、はい、やっぱ立浪監督もなんとか柳に勝たしてやりたい、うん、そういう気持ちも伝わったし、はい、柳もね絶対負けられないという気迫が伝わったゲームだったよ、うん、でもそれを打っちゃった阪神もやっぱ素晴らしいゲームをしたね、うん、やっぱり大山と里輝が打つと強いなっていう印象を受けた。なるほど、はい、うん、ね、はい、まあ、ということで、うん、ホーム丸々の威力、はい、これは何でしょう。ホームチームじゃないよホームチームもありですよね、まあ、あるよね。ホームチームも強かったよっていう、はい、ホームじゃあ何ですかね、うん、ホームラン、うん、やっぱりねホームランの威力がすごいわね。ああ、やっぱブリンソンのホームランとかさ、うん、そういうこともそうだし、まあ、坂本のホームランもそう、岡本村上のホームランもやっぱり見せてくれるしさ、うん、はい、でこっちではさ宮崎のサヨナラのホームラン、ね、あ丸のサヨナラもあってね、うん、ここにね、あ、まあここはなかったけどさ、うん、なかなかね、うん、だけどホームランの威力、うん、やっぱホームランで決着をつけるゲームっていうのは多いなと思った、うん、まあ、セ・リーグの試合ホームランが多くなってきたっていうことはフォアボールを少なくしないと大量点になっちゃうよっていうことも合わせて言えるということだよね、うん、はい、まあ、ピッチャーは大変、これから大変だと思うよねえ、連戦もあって ね、うん、そうだね、なかなか大変ですね、はい、はい、続いて、はい、パリーグもこのような感じでどこのカードも2勝1敗ということで、ね、ただあの勝ち越したチームは、はい、ホームチームというふうに限らず、はい、日本ハム、オリックス、楽天が2勝1敗で勝ち越しということですね、はい、はい、まずは西武対日ハム、はい、ね、西武はエンス、はい、平、うん、松本、ね、日本ハムは伊藤、うん、鈴木、アンダースローね、はい、北山、はい、ね、北山投手先発でね、はい、嫌いじゃないでしょ。北山投手大好きですよ、私も気になっています、ずっと、そうだ、ね、はい、で、この試合、うん、ね、伊藤の好投、はい、今季初勝利、おおめでとうございます、ね、はい、でこの試合は、うん、7対1で日本ハムが勝つんだけどさ、はい、磯畑の2投3投、うん、こういうのでスクイズ、うん、で江越の、あの、まあ、スクイズね、はい、とかタイムリーだとかあって、うん、まあ、大量点につながったんだけどもさ、はい、まあ、西武の方から言うと、うん、やっぱ三失策してるんだよね。あ、それが全部あの手に結びついてるという、うん、で西武っていうのは今年意外と堅い守りをするなと思ってたのが、うん、まあ、エンスがやったエラーっていうのが悪送球だとかあったんだけど、はい、うん、まあ、そういうのが痛かったね、うん、まあ、だけどこの試合で先発した日ハムの伊藤、はい、まあ、今シーズンまだ勝ちがなかったけども、うん、非常に、気持ちがこもってたというかさ、今まで気持ちがなかったっていうことではなくて、うん、まあ、伊藤本人も言ってたけど、もう右肩がちぎれても今日は勝ちに行くっていう、うん、もうなんか心に決めたものがあってね、うん、うん、まあ、そういうものがピッチングに伝わったという、まあ、そういう、まあ、ナイスゲームだったよね、うん、はい、はい、で2試合目、平3対1、うん、はい、ね、西武が勝つ、うん、で内野ゴロで2点を取るんだよまずね、はい、3点のうちの2点をね、はい、で山川が、まあ、タイムリーを打って3点目を叩き出すんだけども、うん、はい、まあ、西武の方はやっぱり山川にタイムリーが出たっていうのも大きいし、うん、ただ日本ハム側からすると内野ゴロで2点を上げなきゃいけないっていうのはその前にミスしてるんだよね、はい、あ、ちょっとしたミスとかね、うん、うん、まあ、そういうものがやっぱこうもったいないなと思うよね。うん、だから 1,2 戦見てるとミスをした方が負けると、うん、まあ、これ当然なんだけどもさ、日本ハムはね打てるんだよ今、今打撃は、あ、うん、でね、点も取れるような状況にはあるのよね、うん、うん、でもわざわざミスするから
負けてしまうというゲームを作ってしまう。なるほど、うん、でこの試合で鈴木、うん、アンダースローのね、はい、右バッターに1本もヒット打たれてない、うん、今まで。そうでしたよね、うん、でも愛斗が打ち、外崎が打ちという、うん、まあ愛斗は気迫あるなあいつは。なんか今シーズンは気迫あふれてますね。もういいね、あの人やってる姿が素晴らしい、うん、まあそういうことで、うん、まあ鈴木が今季初の負けということね、うん、はい、で3戦目、はい、ね、松本と北山、うん、あ素晴らしい投手戦ね、1対0ですからね。松本を上回ったのが北山、おーノーヒットでマウンド降りるんだけどもさ、はい、やっぱね抑えやってる時とか中継ぎやってる時、うん、やっぱ気持ちに余裕がなかったな、いろんな変化球を使えなかったんだよね、うん、なるほど、うん、今日は昨年の開幕以来の先発だと思うんだけど、うんうん、やっぱこう変化球をうまく使ったりだとか、やっぱり力みがなかったわ。うん、でまっすぐ速いしさ、カーブは切れるし、まあ、面白いピッチャーになったなって。なるほど、うん、でやっぱ先発向きかもわかんないね。あれですかね、やっぱ先発向きということは、うん、こう中継ぎとかね、抑えとかいろいろそういう場面で出るとフラットな気持ちじゃなくて、こう自分の投球ができないみたいなところもあるんですね。まあそうだね、だからフラットな気持ちで出ようとも思ってないと思うんだよね、うん、それはもうマックスで出ようと思ってるから、うん、だから気持ちに余裕がなくなるというかね、うん、だから今日は本当にちいちゃん言うように、フラットな感じでマウンドに上がれたと思う、うんうんうん、だからすごくね脱力感があって、腕だけは振れてるという、うんうん、だから西武打線もちょっと戸惑ったと思うんだよね、うんうん、で万波のホームラン、はい、この1対0で勝つんだけど、やっぱ万ちゃんやってくれるね。万ちゃん魅力があるよ、うん、うん、で田中正義が指名、うん、まあただ西武もね最終回あと1本っていうところまで、はい、詰め寄ったんだけども少し、まあ、遅かったかなっていうような感じがするね。まあ、そういう3連戦で、はい、はい、でソフトバンク対オリックス、はい、ね、うん、ソフトバンク大関武田、うん、和田、はい、ね、オリックス宮城田島小野、はい、小野って分かる？分かんないでしょ、うん、もう元はね阪神にいたピッチャーなんだけどもね、はい、まあそれがオリックスに移籍して、うん、まあ登板したと、先発したということで、うん、まあ1戦目1対0でオリックス、はい、まあ宮城はすごいな、すごい、やっぱねこの前打たれたんだけど、はい、今回はやっぱ修正してきてるね。うん、でやっぱ緩急の使い方が若さでこれだけできるかっていうぐらい翻弄するよね。うん、うん、で大関も悪くなかったんだよ、はい、で大関は今季初めて峰と組むんだよね、 DeNA から行って、はい、で峰のリードっていうのはやっぱいいわ。おー、やっぱ改めて、うん、ピッチャーのいいところも引き出すし、うん、相手もよく見てる。うーん、これは峰井が DeNA の、うん、弱い投手陣、今はめちゃくちゃ強いよ、はい、弱い投手陣の時に、うん、やっぱ苦労してるんだよ。うーん、だから引き出しを持ってる峰井は。なるほど、こういろいろとこう試行錯誤したっていうかっていう、もう今は、うん、DeNA のピッチャーってね素晴らしい投手陣になってるけど、はい、その昔ね、うん、いやだから峰を使うとなかなか面白いなっていうのを感じさせてくれた。なるほど、うん、うーん、で、この1点は宗中川からの森の犠牲フライで1点を取るという、うん、ねえ、この試合も 1-0 という、ね、はい、それでソフトバンクの課題っていうのは、うん、やっぱ1番バッターなんだよ。1番バッターが出塁しないんだよ、はい、本当に。あ、返すバッターって結構いるんだよ、はい、でもね出塁するバッターたちがちょっと今低迷してるから、うん、非常にちょっと点を取るのに苦労してるね、うん、はい、で2試合目、はい、9対4でオリックスの勝ち、うん、先発全員が野手ね、先発全員がマルチ安打、うん、19年ぶりの記録だって、ね、22安打だってさ、先発した人たちが、ね、全員安打って言ったら分かるの。分かりますよ、全員マルチ安打だからね、ね、2本以上打ってるということだから。そうですよね、もう単純に18本以上ってことにはなるしね、うん、まあそうだね、うん、いやだから非常にバッティングの状態がいいよね。うん、
まあ田嶋もそこそこ抑えていったし、はい、ただそのソフトバンクの方は今宮柳田が、うん、まあホームラン出るけどもやっぱ投手陣が踏ん張れないね、うんうん、だからそういう2試合目だった、ね、で3試合目はい、いいですか、ソフトバンク8対7いいですよすごいよな打ち勝ったのがやっぱ大きいよソフトバンクの方は、ね、あのこれも延長戦になってしまい、はいはい、まあ、近藤の逆転スリーランとか、うん、栗原のサヨナラ、ヒットでね、うん、勝ちにしたんだけども、はい、この試合1番に入った中村と2番に入った柳町、うん、で中村も3安打1ホームラン、うん、1ホームランは同点ツーランね、はい、で柳田町も2安打2四球ということで4回出塁してるんだよ、うん、ということはやっぱ8点取ってもおかしくないっていうことなんだよね、うん、だからまあ近藤とか栗原がね、うん、やっぱ逆転のスリーラン打ったりだとかサヨナラするっていうのもこれはもううなずけるよね、うん、だから返すバッターはいるんで、まあ、1、2番がこれからやっぱ鍵になってくるよ。なるほど、うん、その前にランナーを、まあ、そうだね、はい、うん、それとオリックスの方から言うと、はい、オリックスのやっぱチームカラー、やっぱ投手力だよね、うん、まあ、その中でもやっぱ中継ぎ陣が素晴らしいという ね、なんか何人いるんだろうって思っちゃいますね。そうそう、ただね、うん、あこの前いいなって言ってるのは、うん、やっぱちょっと打たれるとか、うん、山崎総一郎が同点ツーラン食らうとか、うん、ちょっとね昨年とはちょっと違った傾向人が出てきてるね。なるほど、もう中継ぎ陣に任せたらあとは何とかしてくれるみたいな感じはあったんだけど、うん、今年はそうはいかんな。うん、うん、だからこれはやっぱパ・リーグはすごいもつれると思うわ。お、うん、でもまあソフトバンクもね、うん、まあ、連敗してたのをやっと止めたというね、うん、はい、そういう3連戦でした、はい、で最後、うん、ね、楽天対ロッテ、はい、ね、楽天、うん、岸、則本、うん、松井、智隆、はい、ね、ロッテ西野、小島、森、うん、ということで、はい、まあ、1戦目5対1で楽天が勝つ、まあ、楽天勢いが出てきたよね、はい、うん、で岸が通算150勝、うん、西武時代からバッテリーを組む住谷銀次郎が2本のタイムリーヒット、はい、いやここら辺はなんかねすごく熱いものを感じたというかさ、うん、ヒーローインタビューでもね、はい、岸がお待たせしましたと、まあ、野手の皆さんにもね150勝というね、節目のことで、うん、なんか野手の皆さんもにも負担をかけてたと、うん、いうことでみたいな話をしてたのね、うん、で200勝やっとできましたありがとうございますってで 銀次郎も住谷ね、はい、ヒーローインタビューの台に上がってたんだけどもさ、うん、いや僕のことはいいと、うん、だから岸が200勝できるようにもう本当にサポートしていきますよみたいな、うん、まあそういうことをねまあいろいろこう言ってたけども、はい、まあ非常になんか心温まる、うん、インタビューだったかな、うん、まあ岸150勝おめでとう、おめでとうございます、ね、はい、はい、で次則本小島、はい、ね、則本が勝てない、うん、両投手好投する、うん、ね、則本に援護点なし、うん、ね、ずっと0点だから勝てるはずがないという点を取らないとね、そうそう、で小島もないんだよね、うんうん、でもその最後ポランコがね、決勝のツーランを打つ、はい、ポランコの状態が上がってくると、うん、まあちょっとロッテも楽になるかなっていうような感じはするんだけど、うん、逆に他のピッチ他の野手たちが少しちょっと疲れ気味になってきてるな、うん、今までその若手がバン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 こう若手いいよ若手いいよって言ってた、うん、そうですよね、若手がちょっと疲れてきてる、うん、あ、なるほど、ね、うん、まあ、そういうミスやあ、まあ、楽天の方がね、うん、チャンスを生かせずということで、うん、やっぱ走塁っていうのはでかいね、さっきからねやっぱ走塁で勝ったとかね、そうそう、そういうこともよくあるから、やっぱね接戦が多いじゃない、うん、話で言うとね、うん、やっぱ走塁一つの走塁がまあチームを救うし、うん、命取りになる時もあるし、うん、だから走塁っていうのはすごく大事だね、うんうん、で3戦目、はい、松井智隆5回3安打ね、うん、プロ初勝利おめでとうございます、ね、
で楽天の方は5回一気に4本のタイムリーなどを集め、うん、5点を取ると、うん、ね、ね、だから楽天は、うん、まあ初戦も良かった、2戦目小島に抑えられたんだけども、うん、またその一気に5点を取るとか ね打線がつながりだしてきてるから、はい、やっぱり勢いは継続してるよね、うん、でロッテの方は打線の流れが悪くなった、うん、まあその4月の勢いがあったんだけどもさ少し止まってきてるな5月月が変わっ てそうそうそうだからこれがねちょっと心配うん日本ハムの方はミスをなくしたら絶対勝てるから、はい、勝てるチームになりつつあるから、うん、面白いよここはもうねなんかいろんなピッチャーもね、うん、いろんな姿が見れて、ね、そうそうそう、はい、まあオリックスの方はちょっと中継ぎ陣がね、うん、少し心配だし、うん、ソフトバンクの方は 1,2 番この出塁に鍵がかかってる、うん、鍵がかかってる鍵になってる鍵になってる、はい、で、まあ、楽天の方は勢いをね、はいあるし西武の方は惜しいゲームもたくさんあるんだけども、うん、少し勢い的には止まってきてるかなでも山川が帰ってきてそうです、ね、山川が勢いつけてくれるかどうかそこですかねあ、うん、まあただソフトバンクは明日佐々木朗希が投げるから、うん、これここを超えたらちょっと勢いに乗るだろうけど、うん、ここでまた抑えられたらまたこう小康状態になるというねロッテとしてはねそこで勢いを取り戻したいところですよねそうだなそうそうそう、うん、逆に言えばな、うん、だから明日の一戦がすごく鍵になるかなと思うね、うん、はい中継ぎ陣の負担はい先ほどからも言っててますが、はい、まあ言ってるけども、うん、やっぱ中継ぎ陣の勝負になってきてるねこれはね、うんうん、だからやっぱ中継ぎ陣、まあ、相当疲れも来てるよ春先から、うん、ね気温も上がってくるし、ね、そう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 いったこともありますねそうそうそうだから中継ぎ陣がやっぱ安定してるそういうチームが上に行くなうんまあロッテもねいい勝ち方させてたんだよはい沢村が勝ち増田が抑えるという、うんうんうん、ねなんかその2人でこう回してるけども、ね、2人に記録がついたっていうね、うんうんうんまあ、そういう試合も作ってるしはいまあソフトバンクもちょっときついなってただモイネロと、オスナがいるから、うん、まあここら辺も後ろに行けばなんとかなるけどもね、うん、だからまあこれからどうなるかどうかねえ、まあ、田中正義がねやっと形になってきたしねえもうなんか面白いよねえ一角になってる感じですよ ね、うん、ねなんかこうねどっちのリーグもまあ DeNA は1位でいますけど、うん、順位がこうねもう3連戦ごとにこう変わってきていて、はいねね、だからまああとゴールデンウィーク3戦残ってるけども、うんねまあ、大変だろうけども、ね、お客さんもいっぱい見に来るしちょっと天気が心配な部分後半ありますけど ねで子供にもあるしそうです ね、まあ、本当にいい試合を期待してますはい楽しみです、はいはい